韓国のソウル近郊で朝の通勤時間帯に地下鉄の駅のエスカレーターが突然逆走し、14人が重軽傷を負いました。当局は担当者を派遣し徹底的に調査すると明らかにしました。通勤時間帯で混み合う駅の上りのエスカレーター、突然多くの人が流されるように落ちてきます。周りの人が救出しようとしますが、人が折り重なりなかなか引っ張り出すことができません。現地の消防などによりますと、今朝午前8時25分ごろ、ソウル近郊の京畿道ソンナム市にある地下鉄の駅で、地上出口へ向かう上りエスカレーターが一度停止した後、下り方向に逆走しました。この事故で3人が足や腰などに重傷を負い、病院へ搬送されたほか、11人が軽傷だということです。韓国の国土交通省は、逆走事故を徹底的に調査すると発表し、担当者を事故現場へ派遣し、エスカレーターの点検や安全管理の状況などを確認すると説明しています。